でもさ、昭和の人はメダル噛む文化があったんですか。え、メダルって昭和噛み出した。でも名古屋のね、あの河村市長とかの話で言うとね、あの人4月に金の社長を噛んでるからね、金だと噛んじゃう病気だったっていう。ロナウドに関しては、一緒に組むストライカーの問題だと思いますね。だからモラタだと厳しいと思いますけどね。まあ、ずっと言ってるけど、これ。でも、一時期モラタとロナウドが点取り出したら、この僕が言ったここの部分だけ切り取られるんですよね。ただシーズン通したりとか、90分通してみると、いや、モラタ、ロナウドの作ったスペース使わねえなとか、フロントエリア閉めないなとか、いろいろ出てきますよね。ね、レオさんの話、高校生の時聞きたかった。とりあえず走る練習と試合繰り返してたって強くないはしなかったです。ね、まあ僕自身がバスケット部で同じことになってましたからね。だから常にね、できるだけね、まあ僕が練習行かなくても誰も選手は怒んないですけど、そう。やっぱり練習行って自分が試合で起こしたい現象の練習をして、それによって監督はやっぱ試合でいろいろ、やっぱ責任と、あと説得力をもたらせるじゃないですか。なった時に、こう、斜め後ろにちゃんと立たないと成立しないロンドだったりとか、ライン間を取る選手が、まあ、重要でライン間を取った選手に対して、後ろから上がってきて、レイオーでサポートする練習とか。練習難しいんだよね。やっててさ、その練習やりたいんだけど、その前段階とかで引っかかってたりとかすると、だからね、練習メニューを時間で区切るよりも、やる練習メニュー決めといて、選手たちの状況を見ながら、次のメニュー行こう、みたいな感じでやるようにしてますね。とか、あとね、なんか、それこそ、現場出て、気づいた経験で言うと、コーンあるじゃん。練習と曲。あれ、風強いと飛ぶのよ。だから、コーン使った練習考えても、風強いとき飛ぶな、みたいなので、じゃあコーン使わない練習に変えようとかありますね。モラタのいいところは、ビッグマッチとかで結構点取るところと、あとカウンターのときに長い距離を、ずんずん運んでいくドリブルとかですかね。予算的に久保はレアルとバルサどちらの方がフィットしますか。ね、味方同士ね、ポジショニングで助け合う概念があるのはバルサだから、そうだけど、でもレアルでもモドリッチみたいな選手と一緒にやるんだったら全然いいと思うんで。で、久保の場合は、まあ、アップダウンの体力とか守備のところでは、まあ、そこが唯一欠点って言われるかもしれないけど、ただね、一人で剥がせるし、攻撃の時の共有力、いい選手たち同士だけができる、今ここをこういう風に動いて狙うよね、みたいなところの能力高いから、だからね、そういう、なんていうのかな、チームプレイヤーっていうか、ね、こう、なんていうの、緩衝材なんかこう、料理でいう、ごま油的な選手じゃなくて、本当に主役にもなれる選手だから、どっちでもいいと思いますよ。まあ、その、チームの特性上考えると、バルセロナかなと思いますね。